こんばんは。こんばんは。みんなお疲れ様です。そう、今日はもう全開にしたんです。こんばんは。みんな一日というか1週間お疲れ様でした。みんなお仕事終わったかな？今こんばんは。充電したいけど今コンセントが満席状態です。まあ持つでしょう。あ、そう、金土日見てくれたかな？ 17 時30分からで、テレビ愛知だけやってんけど、まあ見逃しっていうのかな？で、ラキポさんにて見れるので見てください。充電はユズポに頼もうで。ユズが充電、携帯変えたからね、ちょっとタイプが変わっちゃって借りれなくなったんです。だから最近ちゃんと自分で持って行ってます。当たり前。こんばんは。あ、そうだよ。今日の金曜ロードショーはズートピアだよ。めっちゃ大好き。ちかちゃんの映画飯投稿でも投稿しております。もうね、あれは本当にいい映画。映画館で見た。覚えてる。今ね、マーベルも見に行けてないし、あと今日かな、公開されたあのウォンカの、チャーリーとチョコレート工場の、あのウォンカのなんか始まりの旅っていう映画も見に行きたくて。え、九州金曜ロードショー放送ないの？初耳。ちょっとマーベルズはおそらくあれになりそう。あれ、ディズニープラスになりそう。映画館で見れなさそう。お、金曜ロードショーホームアローンだって、楽しみ。12月22日、あ、チョコレート工場の、そう、始まりの旅ってやつね、見に行きたいんだ。でも映画も好きやけど、最近読書にもハマっちゃってるから追いつかない。でも覚えることもいっぱいで追いつかない。だからちょっと12月はなんか趣味ができなさそう。てか我慢しちゃうんだよね。みんなはじゃあ忙しくなったら趣味とかはやる人、それとも我慢する人、さあどっちですか？これは割れそう。あ、我慢しない人。まあ何の趣味かにもよるけどね。あ、ウィッシュも見に行きたい、ディズニー。あ、ちかちゃん以外の趣味は我慢します。お仕事ね、推し活ね。頑張ってやる。減らす。あ、我慢する。しません。わ、なんかめっちゃいろんなタイプいる。あ、いいね。隙間時間でできる趣味だったらいいね、それは。あ、寝ないとダメだから我慢。わかる？婚姻申し込むのは我慢できます。そっちはね、それでパワーもらえるからね。あ、忙しい時間ほど時間作り趣味をします。気分転換大事。わ、トットちゃんも気になってる。わかる。
黒柳徹子さんのね。やばい、ダメだ、12月ちょっと無理だ。いや、これ投票機能ちょっとあの難しい説明が、我慢するするみたいな、時間があればするとか使おうと思ったけどやめちゃった。わあ、私はあれだな、我慢しちゃうかも。その分全部終わった後にの楽しみとして置いとくかな。まあそもそもそこまでの余裕が持てない趣味ばっかりだから、だから映画は多分舞台終わるまで当分見れへんかも。見れへんというか見ないようにする。時間かかるしね、あれは。覚えることがいっぱいだから、なんか逆にインプットしちゃうと頭こんがらがりそうだし、あとなんか携帯触っちゃうね、息抜きってなると。で結局なんか SNS とかしちゃうから、なんか本当に休憩っていう休憩は、まあ、ご飯ぐらいじゃない？誰かと食べに行くとか。そう、読書しちゃうとそう台本とかとかぶりそうで、文字が。まあでもそれは人それぞれだからね。なんかどういう趣味だったらいいんだろうね。お鍋食べるとか。あ、結局食べ物だ。うん、ね、でも今日はアサイをお昼ご飯に作って、もうお店レベルに美味しいものが出来上がってしまって、めっちゃ美味しかった。もう買えなくなっちゃったアサイ。今までアサイは買うっていう選択肢しかなかったんけど、絶対自分の美味しいってなって、しかも考えてん値段ね。普通に多分お店で食べたら1000円は絶対かかる。まあ1500円とかするのかな、大体ね、するけど、自分で作ったらリアルに500〜600円とかじゃない。アサイの素、ヨーグルトとかいろいろ、あとバナナとか入れたりしたら、まあトッピングにもよるけど、そう、ココナッツも入れちゃって、もう美容にお肌にもいいんです。ココナッツもだし、アーモンド系も入れたし、ナッツ系も入れて、あとカカオニブ、チョコレートも入れて。おでこ褒めてくれる。そう、久しぶりにね、美味しかった。なんかアサイはね、いちごとかマンゴーとかブルーベリーな、いろいろフルーツもキウイとかもね入れたら美味しいねんけど、私的推しトッピングはナッツ系、ナッツ類、バナナ、ココナッツかな。あと蜂蜜入れたりして。あんまりフルーツはアサイに入れたくなくて、あとね、何がいいかな、ブルーベリーも好きだな。酸味系が好きじゃないんだと思う、多分。いちごぐらいか、いちごキウイ。まあ好みなんですけどね。普通にフルーツは大好きです。いや、アサインに関しては全然なんか料理上手とかじゃないから、全然ミキサーに入れて混ぜたら完成なんで。今日のスクショタイム。まん丸だから小顔。カカーン。アサイは朝に食べたい。確かにいいね。アサイはね、体にいいですからね、皆さん。お肌にもいいし、とっても。ただ冬食べるのはちょっと寒いかも。
凍えながら食べてた。雪が降ってきた。カンカンの瞬間が可愛かったって。ちゃんとねタイムね、10連10連。こんばんは。これ好き。このなんだっけ、これなんて言うんだろうね、手に親指だけ入れるアームカバー、アームなんとか的なのが好き。あったかいの、なんか手袋みたいで。ただ手洗うときめんどくさいけど。ドライチコンサートのレッスン進んでるよ。なんか思ってた以上にボリューミーで、まあ昼夜公演もあるからね、ボリューミーで、あのヒーヒーハーハー言いながら、やばいって なりながら、特にゆきちゃんとなおが迷子になってました。立ち位置本番はあのならないことを祈ってとか言ってしそう自分が。ぜひ夜公演もまだ来れるのでお待ちしています。可愛いグッズゲットしてね。お、80% になった。みんながネイルめっちゃ褒めてくれる。10周年コンサート仕様とあと冬コン仕様です。卒業生来るって。卒業生はそれは気に来てください。来て確認しに来てください。直接またネイルの写真撮ろう。なんかちゃんとお腹減るよね人って。今日は12月8日。デザイン的にはサムホールっていう、これネイルの、かわいい写真撮ろう。よし練習するぞ。こんばんは。みんな一週間お疲れ様。もうすぐ終わっちゃうかな。大寿司。うわ、お寿司食べた。縁側サーモン、大トロ、ウニ、あとさ、サーモンハラス、わ見事にさ脂身真っ赤。なんかみんな聞いてるだけで胃もたれしそうあ、イクラも好き。そう、こってり系が好きやねんねん。ではちょっと今日は短めでしたけど、ありがとうございました。みんな見に来てくれて。今日はアサイを食べたっていう報告でした。バイバーイ。金曜日の夜、素敵な夜を過ごしてね。ありがとう配信。バイバイ。